はいどうもミスティです。今回22日目、15月の17日火曜日、願い返し2回目ですね。やっていきましょう。スタート。今の元宝が 29,112 ということになっております。3万元宝まではね届いてないんですが、やっていきましょう。ではまず30元宝から。こう、あ、これ3万元宝で欲しかったやつ、2倍っていうね。さあこのまんま高水準で帰ってきたら3万元宝でも引けますね。では300元宝いってみましょう。ゴー。ああいいですね、いいですね。問題は次ですよ。次に4000以上で帰ってくると3万元宝引けます。さあ勝負どころ、ゴー。足りない。嘘でしょ、ほぼ最低じゃないですか。あと25、あと25元宝足りないですね。痛い。どうしましょう。伝説神器強化マスターいけますね。まず装備製造を5回行っておきましょう。製造は真ん中、1、2、3、4、でこれで20元宝をで、伝説神器をレベル2に進化させる。伝説神器1個で足りたっけ。神器吸収1個でいけますね。吸収 OK。これで40元宝来ましたね。3万元宝超えましたね。22日で、3万元宝を超えました。で実際はね、限定特典の絆の水引き、これは毎日買ってました。まあ、節約すればたまるってことですね。では最後の3万元宝やっていきましょう。ほぼ最低。ということでね、他のサバでもまだ引いてないので、そっちも引いていってみましょう。こちらはね、昔からやってたんですが、かなり放置してました、掘ってました。なので今 116,616 元宝あります。さあいくら返ってくるか。36、これが最低でのやつですね。572、おお、いいですね、いいですね。次も低くて、まあ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 。さあここですよ、問題はここですよ。ちょっと低い。まあでも今が 126,362 元宝。さあラスト、私の本サバですね、本サバの方で引いていってみましょう。
こちら本サバとなります。56,621元歩。さあどうなるか、ではやっていきましょう。5 54、高いね。300元歩。5 576、これも高いね。これは最初のサバと一緒かな。では3万、違う、3000元歩行ってみましょう。5、3万元歩。このサバ、このアカウントで5万元歩以上出たことないです。さあ出てくれると願って行ってみましょう。5、ない。はい、じゃあサバ戻りましょうか。はい、では戻ってきました。今現在36,209元歩。無事ね、3万元歩の願い返し引けたので多少余裕があります。ここでね、宝石の方やっていこうかなと思います。まあ基本的には今東博だけなんですが、東博は武将です。武将につける宝石の説明をしていきたいと思います。まずは全部開放。20元歩、50元歩、100元歩。はい。でですね、物理防御貫通。この後2つつけるんですが、まあ、戦薬をね、高い位置で回したい人とかっていうのは、まあ、命中率を上げたり、レベル差があるんでね、命中率を上げるか、最小攻撃力で、安定して回せる数値を出すか、最大攻撃力を上げて一発を期待するか、会心値を上げて、会心攻撃を出やすくするかっていう4択ですね。まあ、ただ私はいつも、会心と命中、基本はこれで、たまに最大攻撃力上げたりということで宝石は回してます。基本的に武将はこんな感じです。で、防具の方、防具の方も20、50、100で、防具の方は、武将、弓将、帽子、基本的には、どの種類も変わらないと思います。HP、体力、物理防御、砲術防御、まあ基本的にはこの4つですね。あとはキャラクターの特性によって回避率を上げたり、相手の会心値を下げるための根性ですかね、根基値を上げる、まあどっちかです。基本的にはこの4つ、 HP 上限アップ、体力アップ、物理防御力アップ、砲術防御力アップ、この4つでいいと思います。で、座敷わらしみたいな帽子さんは知力ですね。帽子さんは知力、砲術防御貫通つけときましょうかね。持ってない。砲術防御貫通、あとは命中、会心かな。
でいいと思います。弓章はここが敏章地、敏章ですね、うん、これに変えたらいいだけです。まあ宝石はこんな感じですね。ということで、元宝がまだ余ってますね。等伯全部宝石つけていきましょう。で、宝石が足らなくなったらアイテムで宝石剣ですね、これ使用してちょっと作っときましょう。会心地がなかったのかな。まあ1レベルでいいと思います。とりあえずもなかったですね。防御貫通、防御貫通、命中、会心と。まあレベル1でもつけといたらこの下の矢印ですね、会心地の下の矢印を押します。こうやってね、宝石剣使って勝手にレベルアップしてくれるような形になってますので、まあとりあえずは持ってない宝石があれば1からでいいんじゃないかなと思います。防具の方もつけていきましょう、ね、ちょっと順番揃えましょうかね。HP 体力物理防御宝術防御、 HP 体力物理防御宝術防御、HP 体力物理防御宝術防御、であとはここで、宝石のレベルアップをしていくと。ではレベルアップしていきましょう。宝石剣はね、イベント等で使うことがあるかもしれないので、あんまり使いすぎないように気をつけてください。まあ、とりあえずこんな感じですかね。ちょっと装備の方も整えて戦力を上げていきましょう。伝説神器や無双神器のレベルアップも忘れずにやっていきましょう。はい、ということでね、今現在の等伯がこんな感じ。 筋力が 28,446、 敏捷 18,132、 知力 17,979、 体力 18,763、 HP 上限が 623,791、最小攻撃力は55313、最大が93595。まあね、これがね、もうちょっと育ってきたらもっと強くはなると思うんですが、で今現在が70ステージですかね。ボスまだ倒せてません。ちょっと行ってみましょう。スキップします。行けましたね、行けましたね。どんどん行きましょう。はい、ここまでよし、とりあえず70ステージまではクリアと。はい、ってな感じでね、このサーバーでアカウントを作ってで始めたのが4月の26日、今現在5月の17日の夜で22日経ってます。
そこで、まあ、3万元宝の願い返しもできました。でレベル82で、今総戦力が126万2750、戦場が今71、70まで突破ですね。で訓練所が、15の2、これはまだまだ進めると思います。で問題はこっちですね。異教軍勢、20で止まってます。早くカシウスが欲しいです。はい、ではそんな感じでね、今回報告を終わりたいと思います。で宝石の方もね、詳しく知りたい方、またコメント等で言っていただければご相談には乗れると思います。アドバイス等もね、あればお願いします。で今後は、まあ、育成だったり装備だったりの説明もちょっと初心者の方に向けてやっていけたらなと思うので、よろしくお願いします。では今回はこれぐらいですかね。はい、では皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録とグッドよろしくお願いします。ではまた。